綾瀬はるか、モデルプレスイコール1月1日、女優の綾瀬はるかが、1日に放送された、日本テレビ系、お正月だよ。笑点、大喜利祭り、16時18時に出演した。3年連続出演となる綾瀬は今回、大喜利の司会に初挑戦。春風亭昇太をアシスタントに従え、座布団を与えたり取り上げたり、笑点メンバーの大喜利を仕切った。しかし大喜利の回答を言う前に合いの手を入れてしまったり、謎の座布団サービスタイムを発生させてしまったり、と自由すぎる進行に。終始ニコニコとした笑顔を浮かべ、座布団あげるほどではないですね、とんちは聞いてると思います。可愛いから1枚あげます、など盛り上げた。綾瀬の天然感あふれる司会っぷりに視聴者も注目。笑点の綾瀬はるかが可愛すぎる。www 綾瀬はるかちゃんのボケ殺しがすごいかっこ笑い。綾瀬はるか司会の笑点が最高の癒しだった。綾瀬はるかちゃんがボケボケで可愛いし、面白すぎるなどの声が多数上がっていた。